1インバーカーギル2曲続けてお楽しみいただきました。一斉に力強い放水を行っています。
それより隅田有明の2艇は海の消防の雄姿を十分ご覧いただくために船の向きを変えます。消防艇も自動車と同じようにハンドルで操作をしております。右に向きを変えることを面かじ、左に向きを変えることを取りかじと言います。右手後方から中央に進んでまいりましたのは今年3月に就航した勝どきです。左手から隅田、勝どき、有明が間もなく横一列です。勝どきが放水を開始します。ぜひご注目ください。今勝どきの放水が開始されました。勝どきの最大放水能力は毎分3万リットルで消防ポンプ車15台分の放水量に相当します。毎分7万リットルで、これは消防ポンプ車35台が一斉に放水しているのと同じ量です。隅田の最大放水能力は毎分3万リットルで、消防ポンプ車15台分の放水量に相当します。有明の最大放水能力は毎分3万リットルで、消防ポンプ車15台分の放水量に相当します。乗客は船に備え付けてある救命ボートを取り外すことができないようです。飛び込んだ乗客は泳ぎながら必死に助けを求めています。煙は黒煙と変わり勢いを増しています。中にはまだ乗客が取り残されているようです。さらに他の乗客も海に飛び込んでいます。
海に飛び込む以外避難する手段がありません。6人目の乗客が海に飛び込みました。船舶火災出火報、京浜港東京区第2区中央区晴海5丁目7番先航行中船舶出火、なお水面上要救助の多数ある模様。終わり。火災発生の通報を受けた東京消防庁から出場指令がかかりました。今海面上には6名もの方が必死に助けを求めています。災害出場の指令を受け、上空からまずやってくるのは航空隊の救助フェリーツバメです。これより救助フェリーに乗っている水難救助隊員が海面に侵入し、乗客をいち早く確保します。収容を開始します。ご覧のように波が立つ水面上では船の隣につけることが大変危険です。隊員が安全を確認しながら都鳥へ乗客の収容を行っています。続いてやってまいりますのは航空隊の救助フェリーツバメです。重傷の方をすぐに病院に搬送するため、これより乗客を都鳥から救助フェリーに収容し、病院への搬送を開始します。都鳥の船尾には R と大きく書かれているスペースがあります。これは緊急救助用スペースといい、消防艇が入水して救助を行うためのスペースです。まもなく救助艇から航空救助隊員が降りてきます。ご注目ください。隊員の素早い降下ご覧いただきましたでしょうか。リペリング降下という方法で一瞬のうちに降りてきました。
代表港取りから救助艇に収容する準備に当たっています。今回は安全に救助するために航空隊はホイスト救助という方法で担架を使って救助します。ホイスト救助とは救助艇の機体に取り付けられているホイストという小さなクレーンを使い、隊員が下に降りて人を確保した後機内に収容する救助方法です。海と空での各隊員たちによるそれぞれの高度な技術や経験により全員が一体となって初めて可能となる救助方法です。一瞬もプロペラを停止することができないヘリコプターにとって位置や高度を変えずに飛行し救助隊員の安全も図らなければならないこの方法は高い技術が要求されます。今救助ヘリツバメにより乗客の収容を完了しました。これより病院へ搬送を開始します。は日頃から訓練を積み重ねチームワークの強化に努めています。本日の救助消火演技には公益財団法人東京都公園協会東京水辺ラインの水上バスさくらに参加していただいております。さくらは大型の展望デッキを備えた人気の水上バスで隅田川東京湾を運行し浅草やお台場などさまざまなスポットをクルージングしています。ご注意ください。沖合の水上バスさくらの火災が拡大した模様です。水上バスさくらからは再び炎と煙が上がってきました。どうやら船員による初期消火は困難な模様です。あれ？消火活動が開始されました。風向きによりましては水しぶきがかかる恐れがありますのでご了承ください。消防艇は海水を消火水として活用するため長時間にわたって大量の放水を続けることができます。有明勝どきは河川を航行する小型タンカーなどの火災に対応するための化学消防艇です。東京港のすべての運河を航行できるように船体の高さは水面から3メートルに抑えて作られています。一方宮古鳥は日本国内では最大の化学消防艇です。一般の船とは異なりプロペラや舵などの構造物が船底に出ていない分抵抗が少なくなっております。速い速力が出せたり噴出する水の方向を変えることで素早く船の向きを変えることができます。これにより船体は大型化しても
国内屈指の高い運動性能を手に入れました。会場での消火活動が無事終了しました。これより一斉放水をご覧いただきましょう。音楽隊の演奏曲は備中の美です。本日の水の消防ページェントにふさわしい曲名ですね。なお風向きによりましては水しぶきのかかる恐れがありますのでご了承ください。一斉放水が始まりました。向かって左から浜風、八時、宮古鳥、有明、晴海が放水しております。いよいよフィナーレとしてこれより消防艇によるカラー放水をご覧いただきます。また上空からは3機の消防ヘリコプターが臨海飛行を行いカラー放水に花を添えます。カメラをお持ちの方はどうぞご用意ください。なお本日放水に使用します着色剤には環境に優しい色素を使用しておりますのでご安心ください。フィナーレを飾り消防艇によるカラーボイスパートです。放水の水の色の変化にご注目ください。宮古鳥の放水が紫色、有明の放水が緑色に、勝どきが黄色に、浜風が青色に、晴海の放水が赤色に変わりました。色鮮やかなカラー放水いかがでしょうか。そして上空からは消防ヘリ、ひばり、つばめ、かもめの3機による編隊飛行です。オリンピック・パラリンピック競技大会が東京で開催されることを祝うかのような五輪の配色での放水でした。色鮮やかなカラー放水と消防ヘリによる編隊飛行いかがでしたでしょうか。ここ晴海地区はオリンピック・パラリンピックの選手村の整備に向け着々と準備が進められています。皆様と私たち消防が一体となって世界一安全安心な東京にしていきましょう。消防の行事で演奏されています。東京消防庁の職員にとっては聞くために勇気が湧いてくる曲です。
点で迅速な航行ができること、まだ緑がね消火活動ができる本部制御があること、船内で作業が行いやすいこと、そして河川の上でも速度を進めるように着水する部分が浅く操縦性能が優れていることです。また主な原動力部分は大量に合成できるように、普通の船にも馬力の大きなものが装備されています。潜水膜がご覧いただけますでしょうか。ただいま一斉放水を行った消防艇とともに、東京港を守る海の消防の勇姿と明るい気を皆様にお伝えしています。東京消防庁守艇隊、そして水難救助隊は今後も港湾の安全を守り、船舶の火災予防や水難事故の防止に努めてまいります。